私の友達が友達が作ったものなんですよ。はい。で、一つのあの何て言うんですか、あの長寿梅のこうぐるぐる巻いてる、うん、長寿梅の根っこをね、うん、あのこのぐらいの10センチぐらいの長さに切ってみんな刺したんですよ。すごい。だからこんなにたくさん枝が、それであるんですね。その刺したやつを、うんうん、2、3年生を、うん、これ全部こう編んだんです。編んだ編んで、それでこういうのを作ってどういうことですか。編む、そのこういうあの刺しておくと、うん、こういうのができるでしょ。あ、ありますね。こういうのをこう編んで編み込んでいくんですよ。それで、ある程度くっつけていくってこと、うん、それでここが太くなって幹は、ここが太くなると、それがこういうこと、こういうこと、そうです。面白い。これ私が作ったんじゃないですよ、僕の友達が作った。こういう技っていうのは、うん、自分で考えてやる、そう、チャレンジしてやってみるってことですか。すごい、うん、私もすごい友達持ったなと思って、でその途中でね、うんうんうん、あのこのぐらいの、このぐらいの太さの苗木を、これを曲げるんですよね、うんうん、曲げてくっつけるってこと、うん、そうです。こう編んでおくんですよ。でそれを太らせるとこういうふうに、でその途中の段階でこのぐらいのところを僕にその人がくれるって言うんですよ、うんうん、タタであげるから持ってきなよって言うの、うん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 、僕はそのどうやって作るのかわからないから、うん、そんなのいらないよ。いらないよ。まあいいから持ってけよなんつってね、もらってきたけど、こういうふうに僕は、うん、あのその発想力がなかったから作れなかった、うん、で後から行って何万も出して買ってきたの。そういうふうにやってもう太くするっていうのもあるってことなんですね、うん、そうですね、そういうのも面白いですよね。そういった例は他にもあるんですか。うん、今これよりあの太いのをね、うん、こんなザルに入れて、うんうんうん、こういう太いのを作ってますよ。あ、その方が、うん、すごい。それは何、自分で やってみて、うんうん、成功するかしないかもわからないけど挑戦してみるってことなんですかね、うん、そういうことがやっぱり盆栽って大事ですよね。あのね、愛好者は、うんうんうん、あのそういう挑戦をできるんですよ。で業者はそれ失敗しちゃったら、あの今度あの生活がかかってますからね、なかなか挑戦するってことはできないんですけど、愛好者はねそうやって挑戦しますよね。我々業者だけど、うんうん、愛好者の言うことっていうのは、うん、あのよく聞いてやる、うん、それで愛好者から教えてもらうこともすごく多いんです。これはすごく大事なことです、うん、いろんな冒険、愛好者はいろんな冒険しますからね。ちょっと考えられないですよね、うん、確かに、うん、業者も本当はそういう冒険した方がいいんですけどね。それじゃないと面白いもの、同じものを作っててもしょうがないし。うん、確かにそうですね、うん、だから愛好者を見習うということ我々はね随分多いですよ。なかなかそこでね、うん、発想出ないですもんね、うん、そういう発想なんていうのはね、うん、なかなか出るもんじゃないしね。ためになりますね、うん、本当に愛好者に教わるっていうのはね、うん、ものすごくためになるし、うん、まあ、私もそういう意識でいろんなものを作らないといけないんだけど、うん、